しかし、全くいい考えが浮かばないな。どうしたもんか。あ、ちょうどいいところに。ねえ、ちょっとだけ話。俺たち、いつもリヴァイ兵長にお世話になってるだろう。兵長に日頃の感謝を伝えたいと常々思っていたんだ。だが、いざ4人で具体的なことを話し合ってみるとなかなか話がまとまらなくてな。俺はやっぱり班としてさらに戦果を上げることが一番だと思うぞ。私はみんなで掃除をするのがいいと思うな。本腰を入れて隅々まで磨き上げてやるの。だが俺たち4人がいくら頑張って掃除したって本気を出した兵長には及ばないんじゃないか。俺は贈り物をするのがいいと思うがな。贈り物ね。とまあこんな感じでいつまでも決まらないんだ。お前はどう思う？お前もそう思うか。それが兵士としての本分だからな。だがそれと感謝の意を伝えることは違う気もする。やはりこの機会にはっきりした形で伝えるべきだと思う。そう考えるとオルオの案はいい線いってるんじゃないか。しかし兵長のことだから何か凝った贈り物をしてもそんな暇があったら訓練しろって言われるんじゃねえか。そうだね。贈り物って簡単に言うけど考えてみると何を贈ればいいのかわからないし。そうだな、それがいい。みんなで少し考えてみよう。よし、それじゃそういうことで決まりだ。付き合ってくれてありがとうな。俺がやらないといけないんだ。ありがとよ。な、お前か。どうだ、飯まで少し話してかねえか。さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。
早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も。サシャは本当そればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。で、お前は確か マジかよ。まあなんだ、頑張れよな。うん。それでいろいろな肉料理を。あ、いい匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。お、本当だ、腹減ったな。じゃ俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイ班だ。それじゃあ、早速交戦準備に移ってくれ。エレン、私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、だからって必ず君を守り通せるわけじゃないからね。万が一ってこともある。君の命を守れるのは君自身しかいないの。はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ、私たちも配置につこうか。今回こそは成功させる。おい、もういいだろクソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。くそ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。
それもありそうだね。次はもっといろんな状況を試してみようか。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし万が一エレンの能力が壁外での実用に耐えないものだったら、作戦は白紙に戻ってしまいますね。くそ、俺はどうすれば。とりあえず今回は撤収作業に移ろうか。私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。悪いな。なんで、なんで今頃。落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった。答えろエレン、どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。とっとと巨人どもを倒しちまうぞ。行ってやろう。この状況で何を優先すべきかを考える。まずは迫ってくる巨人を排除する。これだ。狙い通り。これだ。中途半端に巨人化するなんて。兵長、これは。落ち着けエレン。俺たちが巨人を倒す間、お前はそこでじっとしていろ。拠点を立てな。あの巨人、まさかあれが。マジかよ。何、何の音。この状況で一番面倒な奴が来やがった。開いてくれ。エレンの奴、一体どういうつもりだ。よし。エレンは危険だ。さっさと仕留めねえとこっちがやられる。兵長、エレンと一緒にいるなんて大丈夫なの？
状況でもやることは一緒。私たちで何とかするしかない。私たちを信じて頼って。ゴブリンと大変だ。エレンが、エレンが片腕だけ巨人になってる。分隊長、はしゃぎすぎです。落ち着いてください。今は巨人どもが押し寄せてきて、ハンジたちに構ってる暇はねえ。見ろゴブリンとこの腕。分隊長、今はそれどころじゃありませんって。ねえエレン、巨人化した部分ちょっと匂いを嗅いでみてもいいかな。分隊長、近づきすぎですよ。って言ったそばから、分隊長、エレン、その腕待っていい。いいよねー。あっちー。分隊長、一気急ぎすぎです。倒さ、捕らえた。狙い通り、押す。どうなってんの。すごい、見たい。そうだ、さっさとこの手を抜いちまえば。こんなもん。ここまでだ。さっさと撤退するぞ。エレン、お前は俺についてこい。お前もエレンを護衛しろ。急いで拠点を作れ。倒した。エレンのやつ、どういうことだ。許可は下りていないはずだぞ。当然さ、あんなの余裕さ。狙い通り。エレン、気分はどうだ。あまり良くありません。実際
際に敵意を向けられるまで気づかなかった。あそこまで信頼されてなかったとは。当然だ、俺はそういう奴らだから選んだ。巨人の力は危険だ。あんなものを野放しにはしておけない。地獄のような状況であいつらは何度も生き延び戦果を残した。迅速な行動と最悪を想定した非常な決断、それがここで生き残るために必要なことだ。かといってあいつらがお前に刃を向けることに何も感じないわけじゃない。言ってやろう。狙いどこ。狙い通り。捕らえた。救援要請ね。助けに行かないと。エレンには俺たちへの敵意が、いや、人類への敵意があるのか。エレンの答えによってはあいつを殺すこともやむを得まい。拠点を立てな。よし、私たちでみんなが撤退する時間を稼ぐぞ。狙い通り。落ちた。あんなの余裕だ。狙い通り。よし、こいつが役に立ってくれればいいんだが。ほらよ。落ちた。狙い通り。いざ。
巨人たちに囲まれちゃったね。どうする？面倒だ。全員で奴らを殲滅するぞ。エレン、お前は戦うな。下がっている。はい。くそ。俺にできることはねえのか。言ってやろう。
巨人の数が多いな。この野郎、離せ！お願い、助けて！は距離を取りながら戦え。いいぞ。だが突っ走りすぎるなよ。そう、エレン、また巨人になりやがるとは。エレン、どうしてまた巨人化したの？興味はねえよ。やることは変わらねえ。エレン、私だよ。声は聞こえているかい？ダメだ、意思の疎通は不可能らしい。あんなの余裕ぜ。今のうちにエレンを回収してさっさと撤退するぞ。何も覚えてねえのか。はい、すみません。巨人になる力を
使いこなせないといけないのに。そうだ、お前が巨人の力を操れないとなると、ウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ、なんとかしろ。とはいえ、巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えると、おのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？それが無関係だとは思わないけど、今回分かったのはもっと違うことだ。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか？最初は包帯を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまったけど、2回目はどうだった？巨人に食われていくみんなを見てらんなくて、どうしても自分も戦わなきゃと必死で。そう、それだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫、慣れればきっと使いこなせるようになるはずだよ。これは俺たちが判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だかな。お前を抑えるのが俺たちの仕事だ。それ自体は間違ってねえんだからな。すまなかったな、エレン。俺たちはお前の力に怯えてしまっていたようだ。でも、それでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼ってほしい。だから私たちを信じて。はい。
エレンが無茶しないか心配。私は調査兵団団長、エルヴィン・スミス。本日私が話すのは、率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。我々は彼と共にウォールマリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。この惨状を知った上で自分の命を賭してもやるという者はこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。はっ。お前か。いざとなれば俺が。まだ死なないぞ。つけないと。できることは何でもしたいよ。クリスタは死なせねえ。こんな何だよ。
私はエレンを守る。お前の意見はどうなんだ。ほう。やるぞ。なんだ、ガキンチョ。団長を信じよう。元気かよ。ミカサ、アルミン。エレン、何かひどいことされてない？ねえよ、そんなことは。なあ、あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。おい、余計なこと言うなって。ここにいるってことは調査兵になったのか。ってことは憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前、巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。エレン、
そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。ちそんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。作戦は問題ない。油断は禁物だ。104期訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵弾で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。市街地を抜けて平原に移動し、長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。後続班は平原に出てから本隊と合流させる。ミカ、後続班の援護と誘導を頼む。やりまかった。どうやら旧市街地内に巨人が集まりだしたようだな。援護班、後続班の本隊合流を援護するぞ。本隊合流までの移動距離を短縮するため巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し道の安全を確保すればより早く旧市街地を通過させられる。相手する。この大通りが使えれば
盗賊班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。救援要請か。行くぞ。あんなの用心だ。元気か。この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。狙い通り。捕らえた。後続班を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。完璧だろ。よし、これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ、巨人ども。進軍ルートを確保しなくては。行ってやろう。行けさ。ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。を使えばこの道の安全が確保できるぞ。行ってやろう。お前センスがいいな。諦めるしかないな。後続班には迂回ルートを進んでもらう。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。俺たちで援護するぞ。あんなの余裕だ。行ってやろう。大通りは危険だ。別の道を行け。了解しました。完璧だろ。道の安全は確保してある。このまま進め。助かった。ありがとうございます。助けてやる。鼻の調子はどうだい？見て。まあまあ。
今回も役に立ってくれればいい。巨人が出た時は援護頼むぜ。ありがとうな。お前のおかげで無事に抜けられたよ。平原の本体と合流してるぜ。合流してますね。まだ安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。ここを確保すれば豪族班も移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。よし、我々が加勢する。これで皇族班もここを迂回しなくて済みそう。皇族班が別々に移動を開始したようだ。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。危険だ。別の道を行け。援護班のおかげで巨人との交戦を避けて市街地を抜けられそうだな。お前か、まだ元気そうだな。ご心配感謝します。行けます。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。俺もミケさんみたいに匂いで巨人の存在が分かればいいんですけど。諦めろ。鍛えてどうにかなるもんじゃない。道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました。援護感謝します。意外と手だれじゃないか。ルート上の巨人を片付ける。お前は進め。はい、お願いします。助かったぜ。先に平原の本体と合流してるからな。行ってやろう。完璧だろ。ありがとう。私は先に本体と合流している。あんなのどういうか。巨人が道を塞いでやがる。大丈夫だ、俺たちに任せておけ。もう次から次へと湧いてくるんだから。だがそれでこそ俺たちの腕の見せ所だろう。行ってやろう。
調子は悪くない。すごい動き、ついていかないと。エレン、巨人の相手は俺たちに任せて進め。はい、お願いします。ならば無茶すんじゃねえぞ。ガスの残量は大丈夫か。大丈夫だ。ゲルガーこそ張り切りすぎて刃を使い切ったりするんじゃないよ。ありがとな。俺は先に本体と合流してるよ。よし、前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。放置すればいずれ本体に危険が及びかねん。ここで始末しておくぞ。あんなの余裕だ。やったな。今度こそ平原の本体と合流するぞ。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体勢を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開まではまだ余裕があるだろうからな。それにしてもお前、ここまでよく働いてくれたな。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも生き残れるよ。まあ、俺たちの初陣に比べれば全然。おお、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。こちらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実戦慣れしすぎてるくらいだぞ。おい、何無駄口叩いてやがる。さっさと行け。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開まで自分の配置に戻れ。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいが、せいぜい死なねえようにしろ。これが壁外調査。
死ぬんじゃねえぞ。足を引っ張るもんか。やあ、また来てね。
また来てくれよな。作戦は問題ない。油断は禁物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 だ。作戦は問題ない。油断は禁物。行くとしよう。行くとしよう。行くとしよう。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。拠点を立てな。行ってやろう。相手する。
巨人が現れたぞ。こいつは討伐しといた方が良さそうだ。シンペ、やるぞ。狙い通り。無駄だ。よし、討伐完了だ。先に進むぞ。シンペ、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。急いで拠点を作れ。あんなの余裕だ。くそ、また巨人か。続けて鉢合わせるとはついてねえ。狙い通り。取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。あんなの余裕じゃん。なんでこんなに巨人が出るんだ。狙い通り。数も多くなってきてるぜ。ったく、索敵班は何やってんだよ。完璧だろ。倒したらいに出くわすとは。何か起こっているのか。まさか作戦が機能してねえのか。見ろ、変だ。すでに陣形が乱されているらしい。シンペ、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。
巨人が多い。この状況、何かあったのか。悪くないな。その調子で頑張ってくれ。狙い通り。トライだ。助かったよ。この辺りは巨人が多いね。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。陣形が乱れちまってるようだな。心平、しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。行ってやろう。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。巨人が出てくるなんてな。座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。完璧だろ。お前なんでここに。まあいい、手を貸してくれ。Let's go.
さ。助かったぜ。しかし陣形の中でこの状況は異常だろ。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、連弾が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、連弾の方へ行ってみるぞ。ところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。凍結した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。フーだけの他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。行ってやろう。シンペ、いいところに来た。加勢してくれるか。助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。苦戦してんのか。まずいな。無事だったみてえだな。僕は平気だ。足手まといにはならない。すまん、こっちを手伝ってくれるか。狙い通り。行ってやろう。おっさん、狙い通り。おっさん、無駄なんだ。また巨人が現れたな。
こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。あの縁談、助けが必要だな。あいつが来た右翼側にいるはずだろ。僕の企画誌には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。どんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。行ってやろう。落ちたら取られた。やっちゃう。狙い通り。落ちた。潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。Let's go.
長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。相手する。ぶち込まれてえか。精度が普通のやつの比じゃねえ。知性のある巨人への認識が甘かった。Let's go.
人の群れが。やっぱりこいつが呼んだのか。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。時間稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ？あっちは中央後方。もしかして、エレンがいる方へ。戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが、一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。クソ、
これじゃどうすることもできねえぞ。そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。奴は知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。どう動くにせよ体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。じゃ無理だよ。無謀すぎる。とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ。待ってくれ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画室の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。くっそ、巨人の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。倒さ。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか。リヴァイ班、こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。あんなの余裕だ。そこで戦ってる。急いで加勢しよう。捕らえた。行ってやろう。落ちる。リヴァイ班を探してるんです。見かけませんでしたか。え、リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。あんな、お前らいいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ。相手する。巨人め、
上は行かせんぞ。また戦ってるよ。助けに行こう。狙い通り。リヴァイ班がどこにいるのか。早く情報を集めないと。あんなの余裕だ。落ち着く。狙い通り。捕らえた。うざい。落ち着く。リヴァイ班の現在位置は分かりませんか。急いで知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、新兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でもあと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。あの色は。助けに行かなきゃ。ここで巨人を食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか。狙い通り。なかなかやりますね。完璧だろ。おかげで突破されずに済みましたよ。でも命令の目的がわからないんですよね。巨人の討伐に手を貸してほしいんだ。寄り道している暇はないよ。早くリヴァイ班を探そう。うざな。助かったよ。僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。行ってやろう。狙い通り。なぜこんなに巨人が現れるんだ。いたよ。急いで助けよう。狙い通り。当然さ。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか。確証はないが隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、縁談だよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。今度こそ何か手がかりがつかめるといいんだけど。完璧だろ。狙い通り。
ある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人？分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？分かりました、あとは頼みます。あの赤い円弾が見える？兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。捕らえた。救援要請ね、助けに行かないと。なかなかやりますね。私が拠点の設営なんて。おいお前、手伝ってくれ。捕らえた。狙い通り。おし。捕らえた。当然さ。完璧だろ。やれやれ、これで愛しのクリスタを探しに行けるぜ。救援要請ね、助けに行かないと。本当に知性のある巨人がエレンを狙っているのなら急がないと。行ってやろう。巨人に邪魔されて拠点を設営できない。手伝ってくれるととても助かる。ここに拠点を設営することにどんな意味があるのかはわからないけど、ねえ何をしているの？早く兵長に知らせに行こう。リヴァイ兵長、知性のある巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。
黙って移動に集中しろ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。今へ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな。駆けるって一体どこまで。それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろう。やめなさいエレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ。俺にはわかる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか、俺やこいつらを信じるか。俺にはわからない。ずっとそうだ。自分の力を信じても信頼できる仲間の選択を信じても結果は誰にもわからなかった。せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。俺とは一旦別行動。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今、まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。
調査兵団の力だ。舐めてんじゃねえぞバーカ。わかったか。やるじゃない。やったな。すごい。慎重すぎ。やれやれ。なあアルミン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あっちはどうだった。だね。でもひとまずは君が無事でよかったよ。それにしてもどうして団長は
エレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だがだとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。うん、僕もそう思ってる。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。すべての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見次第駆逐せよ。行ってやろう。ここで巨人を食い止めろだと。ふざけた命令しやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするってそれは命令に従う。お前もそうするべきだと思うんだろ。あの縁談、助けが必要だな。落ちて捕らえたぞ。当然さ。クリスタ、そこで何やってんだ。ここに迎撃用の拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。捕らえた。狙い通り相手する。大丈夫だよ。うん、拠点の準備ができたからみんなうまく使ってね。あの縁談、助けが必要だな。行ってやろう。ここに拠点をこさえなきゃならねってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。狙い通り
ロスの準備はできた。ああ、拠点を作っといてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。相手する。あっち。いつやろう。完璧だろ。相手する。働きだ。これで貴公子は駆逐できたな。なんで急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。当然だ。行ってやろう。森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとあの巨人だ。狙い通り。あんなの余裕さ。捕らえた。狙い通り。相手する。よし。
は片付けたが、仲間とはぐれちまったみてえだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。拠点を立てな。救援要請だ。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、仁王ぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。おい見ろ、巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。あそこで交戦中か。加勢しねえと。巨人が一斉に森に入ってきたんだ。手を貸してくれ。完璧だろ。なんとかここは片付いたようですね。おかげで命拾いしたよ。あそこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。ゲルガーだね。一人じゃ分が悪そうだ。女型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。軌道に有利だ。視界が制限される。慎重に進む。あの叫び声、巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。当然さ。無事に切り抜けられてよかったですね。すまん、助かったぜ。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ。大隊長、考えるのは後にしましょう。厄介な状況だな。このままじゃ女型が食い尽くされるぞ。味わいな。
瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。行ってやろう。新手の巨人は近づいてる。巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。ほらよ、取られた。狙い通り。リケさん、こいつらを全部倒すのはさすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しろ。神兵がいたものだ。狙い通り。落ちたら。
も早く食いつくされると。女型の中にいた者は。ゲルガーだね。一人じゃ分が悪そうだ。女型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。捕らえた。森は立体軌道に有利だ。視界が制限される。慎重に進もう。あの叫び声、巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ？副隊長、考えるのは後にしましょう。一気に行け！手の巨人は近づいてる。こう巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。さすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しろ。面白いやつだ。捕らえた。Thank you.
ざな。言ってやろう。当然だ。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせた情報を抹消すると。審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はな。俺の班を呼んでくる。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エルビ。お前の判断を信じよう。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。遅れるな。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。